つまりね、こんな複雑な地形だから分かりにくかったけど、ここはもともと洪水の起こりやすい地域なのよ。ちょっと雨が降っただけでも、山から流れ出てきた水が8つの谷を伝って、この村の奥の川に集まって水位が上がる。だから、そんな時に大雨が来たら、一発で大洪水よ。局所的な鉄砲水ね。水の流れをせき止めていた何かが決壊して、近くにいた人を押し流しちゃうって寸法よ。あ、ちょっとちょっと、洪水だからってバカにできないのよ。昔の人は、あって、この時代の人々だね。大自然の脅威に対する信仰がものすごいんだから。だから、たとえそうだと分かっても、どう説明するかが一番難しいのよ。確かに。私は以前スサノオからヤマタノオロチの詳細を聞いたときに、そうではないかと考えていました。確かにオロチの存在は否定できませんでしたが、いくらなんでもこれまでその姿をはっきり見た人がいないのはやはり変です。おそらく古くからの言い伝えに縛られすぎたのが原因かと。山から洪水で出た水はいろんな成分を含んでいて栄養満点だからね。それならこの近辺の土地はよく育つはずよ。じゃあ癒やしろ地、汚れ地の起源もここから来たってことですね。問題だけど、この話を村人にどう持っていくかってことね。バカ。証拠がないでしょう。実際に現場見せる？洪水を体験させるって？私はごめんだけど。本当なら神の声とかイザナミの命令とかなんとかこじつけてこの地を退去させるのが一番なんだけど。無理ですね。村を出るだけでそのものを殺そうとするくらいにこの地ではヤマタノオロチの信仰が強いのです。それにそれは一時的な措置でしかないです。いっそのことみそぎを中止させるというのはどうだ。間違いなく暴動が起きます。ついでに言えば、私は守り神の怒りを鎮めるため格好の生贄になるでしょうね。打つ手なしか。原因は見えてるんだけど、
何やってるの？え？あ、ごめんなさいです。謝らなくてもいいわよ。ちょっと聞いただけなんだから。で、何やってるの？あ、こうやって指乗せて隠して、川さん消えてくれないかな、なんてお願い事を。あのね、イザナミ様、申しの通り、持参した例の袋を書店の場所に配置しました。仕掛けもご説明に従い、時間を合わせて処理してございます。ご苦労様です。続いて他のところも同様に配置するので準備にかかってください。はっ、はい。まだ試作段階なのです。ヤマタノオロチが本物だった時、切り札に使う予定でしたが、物が物だけに効果を測る時間がなくて。気でも違ったの？確かに、この谷に水が流れ込まなければ、ヤマタに水が集中することはないね。それに、ここの谷もこちら側に逃げ道があります。あ、この谷も。うまくここで流れをせき止めれば、谷に流れる川はなくなるか、
あるいは小さくなって別の方向に新しく川ができます。こちらの方角には人は住んでいないはずですから、氾濫があっても被害が山田に来ることは完全になくなりますね。へえ、意外と考えるじゃない、つくも。確かに有効な策と思います。どうやってせき止める？八つの川の流れを変えるためには、谷に流れている水をどこかでせき止めなければならない。土砂か岩か、いずれにしてもどうやってそれを作る？この少人数でか？どれだけの時間をかけるつもりだ？無理よ。この閉じた中だからいろんなもの出しまくってるけど、直接的に過去の自然物への干渉はできないの。それに山一つ爆破する道具なんて一階の隊員に持たせると思う？ありますよ。初めて使うものですが。もう間もなくですね。成功みたいですね。すごいです。さすがイザナミ様です。これが
泉の力。そうね。悪いけど、一人にしてくれない？っていうか、ちょっとは察してほしいんだけど。つくもには関係ないでしょ。イザナミのあれ、分かってると思うけど、あれはこの時代のものじゃない。どう考えてもおかしいよ。遅かったらどうするのよ。私たちは時空間の治安を守るのが仕事なの。そのためには少しの変化の兆しとしてもできる限り排除する義務があるのよ。もしあれに歴史を変えるような事態を呼ぶ可能性があるのなら、今からでも注意しておかないと。そうね。嫌な性格だって自分でも分かってる。そんな風にしか物事を見れないなんて。でも
これが私の仕事なの。ありがとう。ごめんね。そんなこと言われたの？私初めてだったから。自分でも時々分かんなくなって、つくもは優しいよね。私ひどいこといっぱいつくもにしてきたのに、嫌なことたくさん言ってきたのに、正直に言うね、私やっぱりつくもが好き、大好きなの。あの人、イサナミの…一体どうしたの？その傷！イサナミ様に…オロチです。ヤマタのオロチです。行こう。